藤田幸久藤田幸久4月19日隊は、日本の政治家。立憲民主党所属の前参議院議員。衆議院議員、財務副大臣、参議院財政金融委員長、参議院国家基本政策委員長、民主党、民進党、国民民主党国際局長などを歴任した。岐阜女子大学特別客員教授、岐阜女子大学南アジア研究センター員。 21世紀、教育研究所理事、慶應義塾大学文学部哲学科を卒業。1984年、国際メラ日本協会専務理事専務理事。1986年に、メラ公費、米欧経済時に円卓会議コーディネーターに就任。1996年、旧民主党に入党。第41回衆議院議員総選挙に、 比例東京ブロック単独で出馬して初当選。1999年から7月、本会議で国旗及び国家に関する法律に賛成票を投じた。2000年、第42回衆議院議員総選挙では、東京12区から出馬したが、自由民主党の八代英太郵政大臣に敗北。落選中は、鳩山幸男民主党代表の下で政策顧問を務める。 2003年の第43回衆議院議員総選挙では公明党の大田昭弘に東京12区で敗れたが比例復活により3年ぶりに返り咲きを果たした。同年民主党国際局長、文化団体局長に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙では郵政民営化法案の採決で賛成票を投じた公明党の大田 反対票を投じた自民党の八代、藤田の3人が東京12区から出馬し、大田が当選。藤田、八代は共に落選する。2006年から2009年まで、生学院大学非常勤講師。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では小林元参議院議員が引退した茨城県選挙区から出馬し、参議院で初当選した。 外交防衛委員会理事、拉致問題特別委員会委員長、次の内閣の防衛副大臣。9月20日、藤田の公設秘書が、覚醒剤取締法違反などの現行犯で、逮捕されたため、次の内閣防衛副大臣などの役職を辞任した。2008年に、参議院北朝鮮による、拉致問題等に関する特別委員長に就任。同年、民主党。 次の内閣防衛副大臣、参議院外交防衛委員会理事、参議院北朝鮮拉致問題等特別委員長に就任し1年間務める。2009年に民主党国際局長に就任。5月20日、民主党戦後処理、プロジェクトチームの保虜問題小委員会の幹事長に就任。2010年に参議院財政金融委員長に就任。2011年には、 野田内閣で財務副大臣、財党、国債、国有財産、政策金融などを担当に就任した。2013年、参議院財政金融委員長に就任。第23回参議院議員通常選挙において、茨城県選挙区で204,021万21票を獲得し、2回目の当選。参議院国家基本政策委員長、財政金融委員会委員。 2014年、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会理事、外交防衛委員会委員、東日本大震災復興特別委員会委員、次の内閣防衛、副大臣兼内閣府特命担当副大臣、厚生労働委員会委員。2015年、民主党国際局長、次の内閣内閣府特命担当副大臣、予算委員会委員、外交防衛委員会委員、 沖縄及び北方問題に関する特別委員会理事に就任。横浜国立大学非常勤講師。2016年3月27日に民進党決闘。民進党国際局長。民進党。ネクスト外務副大臣。民進党北関東ブロック常任幹事。予算委員会委員。憲法審査会委員。2017年9月。民進党。 ネクスト外務大臣国際局顧問参議院国際経済外交に関する調査会理事外交防衛委員会委員民進党茨城県連会長代行2018年5月7日民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加5月8日国民民主党の国際局長に就任した二千十九年一月十四日 国民民主党に離党届を立憲民主党に入党届を提出した。国民民主党は離党届を受理せず異流を続けていたが2月16日に同党茨城県連が除籍処分が妥当として党本部に上申した上で同月20日に行われた同党総務会で党の名誉及び信頼を傷つける行為、他政党を利する行為、言動など 党の結束を乱す、行為、言動に定触する重大な反党行為とし、離党届を受理せず除籍処分とする方針を固め、3月6日に、拡大総務会で正式に除籍を決定した。翌7日には、立憲民主党への入党が了承され、所属会派も移動した。5月27日、立憲民主党は7月の参院選に、藤田ではなく、 元経済産業省官僚の小沼拓を擁立することを決定し、同月30日立憲民主党は藤田を比例区候補とすることを発表した。党開票の結果、同党の現職議員では唯一落選となった。2019年12月24日、立憲民主党の衆議院茨城県第2区総支部長に就任。2020年9月15日、合流新党である。 立憲民主党の決闘に参加。同年9月29日、立憲民主党は常任理事会を開き、藤田を直期衆院選、茨城に区公認候補に内定した。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙では、自民党のぬかが福士郎に大差で敗れ、比例復活も必ず落選。 アメリカ同時多発テロ事件に対する見解2008年の参院外交防衛委員会で2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件について首謀者とされるアルカイダのウサーマ・ビン・ラーディンの関与に疑問を挟む内容の質問をしたほか2010年にはワシントン・ポストの取材に対しテロリストの犯行かどうかに疑問世界貿易センタービルの倒壊が火災ではなく 被爆装置で起きた可能性があるなどの持論を述べた。そのため、同氏は3月8日付の社説で、突拍子もなく、いい加減で、偽りがあり、真面目な議論に値しないと藤田の発言を告評し、鳩山幸夫首相がこれを容認すれば、日米関係に影響すると警告した。麻生工業捕虜市役問題2008年11月13日、参議院外交防衛委員会で、 麻生工業が戦時中連合国捕虜を刺激した事実があるかどうか首相の麻生太郎に正した。麻生首相は当時4から5歳で認識するには早すぎると回答した。2008年12月19日、ニューヨークタイムズのノルミツ大西は藤田にインタビューを行い、藤田の説明に基づいて麻生工業の捕虜刺激問題の記事を掲載した。 2009年1月29日以来、藤田は戦時中の連合国保守益問題に関する質問主意書を3度提出した。2009年3月9日の参議院予算委員会で、藤田は2006年11月にインターナショナルヘラルドトリビューン紙の麻生工業がアジア人と西洋人の強制労働者を使っていたという記事に対し、麻生外相は 反論を掲載するようニューヨークの日本総領事館に公電で指示したが、いかなる証拠に基づくものかを正した。これに対し麻生首相は、報道記事への対応という、限られた時間の枠内で素早く必要な調査を行った、当時の対応としては、必ずしも政府全体としては十分ではなかったと説明した。2009年5月、藤田は、史実検証。 麻生工業の消せない過去として以下の内容を雑誌世界2009年5月号に寄稿した。一号集に生存する麻生工業の元捕虜数名が国営テレビや有力紙で証言したほか、元捕虜の娘が麻生外相に直接手紙を送った。に米国有力紙インターナショナルヘラルドトリビューン紙の 麻生工業がアジア人と西洋人の強制労働者を使っていたという記事に対し麻生外省は反論を掲載するようニューヨークの日本総領事館に公電で指示した。三カコメの学者が麻生工業自身が作成した捕虜関係資料などを麻生外省事務所に提出していた。2010年1月29日、藤田は 戦時中の連合国捕虜市役問題に関する質問主意書を提出し、戦時中に連合軍捕虜が日本で市益されたことを外交問題として政府に認めさせようとしたが、政府は国際条約、国際事業、賠償問題のすべてに対応済みであることを返答した。2010年2月6日、藤田はアジア太平洋資料センター宇都宮愛子理事らと、 麻生工業捕虜資益問題に関する報告会、記者会見を開催した。2010年2月9日、藤田は再度の質問主意書を提出し、外務省外交資料館が保管する外交記録から、戦時捕虜に関する資料及び関係の文書の目録、及び麻生工業に関する文書を提示することを要求した。戦時捕虜に関する資料及び関係の文書の目録について、 ご指摘の文章を含むものを特定するためには膨大な作業を要するためお尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であると回答された。また、麻生工業に関する文書については旧麻生工業における朝鮮人労働者の労働の実態を把握できる資料は厚生労働省及び外務省にて確認した範囲では見当たらなかった。二千九年六月 藤田は、福岡実地郎などと共同で、オーストラリア人のジョー・クームズなどを日本に招き、戦時中に、麻生工業で刺激されたと捕虜として、麻生太郎首相に面会するように求めたが、拒否された。しかし、枝田さつき参議院議長、鳩山幸男民主党代表、福島みずほ社会民主党党首らとの会談を、実現させた。海賊対策への質問2009年2月3日。 ソマリア沖の海賊対策のための自衛隊派遣に関する民主党外交防衛部門会議において派遣に関する明確なガイドラインを作成するよう政府に注意を促した。政府は海賊行為については説明したが海賊そのものの定義についての答弁をしていないとして定義と各地域における海賊の実態についての説明を求めた。これに対し 自民党議員からは民主党は今頃海賊ってなんだという議論をしていて大丈夫なのかと民主党の安全保障を不安視する声が出たと産経新聞が報じた尖閣諸島問題2010年9月の尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件を受け10月9日超党派の国家主権と国益を守るために行動する議員連盟の一員として 原口和弘元総務大臣、岩谷武氏、柿沢三桜衆議院議員と共に小型飛行機で尖閣諸島を上空から視察。その後、中山義高石垣市長や石垣海上保安本部、漁業関係者などと意見交換を行った。ありがとうございます。